チャールズ・フレデリック・ミルズ・ポーチャールズ・フレデリック・ミルズ・ポーはアメリカ合衆国の植物学者であるフィールド自然史博物館の学芸員として働いたニューヨーク州の居酒で生まれたコーネル大学ニューヨークホメオパシー医科大学で学んだ数年間彼は医師として働いた後1891年から1893年ウェストバージニア大学で 植物学を教えた。1894年にフィールド自然史博物館の植物学部門の学芸員に任命された。1897年から1923年、彼はシカゴホーメオパシー医科大学の薬用植物学の教授を務めた。シカゴ大学で植物学の講義も行った。西インド諸島、ブラジルや他の南米地域の調査に参加し、 著書にアメリカの薬用植物やウェストバージニアの植物などがある。タデカの俗名ミルスポアやニオミルスポアに懸命されている。ミルスプは植物の学名で命名者を示す場合にチャールズ・フレデリック・ミルズポンを示すのに使われる。ありがとうございます。